早いですね。もう、今日でね、2月終わりですもんね。急にね、暖かくなっちゃったからね、体はね、楽ですね、やっぱりね。寒いとね、こうなっちゃうからね、肩凝っちゃうからね。うん。どんどんね、これから、動きやすくなるからね。いいんですけど、まあ、いい加減ね、ちょっとコロナがね、落ち着いてくんないとね、まだ今年もね、まあ、今から年末の話しても仕方ないけどね、やっぱ今年も忘年会はちょっと無理かなっていう感じでね、ね、うん、まあ、まあ、なるようにしかなんないですからね、うん。でね、今日はね、まあ、大した話じゃないですけど、これね、以前からご紹介してる、もう38年使ってる、東海のね、スプリンギーですけどね、これね、またちょっとね、手を加えました。うん、何をやったかというとね、パッと見わかんないでしょ。うん、これだけじゃね、ちょっとわかんないと思うんだけど、これをね、横にするとわかると思うんだけどね、これ、ザボリカッターでね、ザグりました。これ何のためにやったかというとね、こいつ、この状態でね、もともと本体重量がね、こう、いろいろ改造して、3.6 キロぐらいだったんですよ。うん、まあ、ストラトとしてはそんなに軽くないよね。まあ、どっちかって言ったらちょっと重い方に入るんだけどね、3.6 キロだと。で、個人的にはやっぱ 3.23 っていうのがね、ストラトは一番好みなんだけど、で、3.6 キロで、まあ、若い時はね、そんなに何も感じんかったんだけど、まあ、年齢とともに。まあ、普段ね、ストラップかけてね、結構部屋でも引いてんだけど、で、まあ、最近はね、ちょっとライブがないからね、これライブでよく使ってたやつなんだけど、で、やっぱりね、肩にね、結構来るんですよね。ストラップつけてるとね。うん、で、3.6 からね、できれば 3.3 とか4ぐらいだと、ありがたいんだけどなーって言ってね。で、前からね、ちょっとザグリを入れようかなって思ってたんですよ。この、バックからね、ルーターでね、ちょっと掘って、で、あと、まあ、塩ビ板かなんかでね、カバーしてね。まあでも塩ビ板も結構重いからね、なかなか難しいんですね。実際、ストラトはね、今までザグったことあるんだけど、ピックガードの下とかね。大してね、軽くなんないんですよね。うん。で、こいつね、結構目の詰まったアルダーだから、ひょっとしたら、この辺ね、一番肉の多い部分をね、ザボるとね、ひょっとしたら軽くなるかもしんないなって、ちょっと考えたんですよ。で、さっき言ったみたいにね、裏を掘ると、カバー作ないといけないでしょ？で、なかなかその重量的なね、問題があるから、じゃあ横から一回掘っちゃおうかなってことで、そうすると、この、後でね、カバーするときも、その蓋の面積、ね、そんなにいらないでしょ？で、こう側面だとね、普通に、木でね、まあ、手持ちのメープル材とか、マホガニーとかね、あの辺使って、まあ、ちょっとこうカーブ作ってね、こうキャップして、で、あと、まあ、吸ってね、こうカーブ出して塗装すればね、まあ、側面ならわかんないからね、まあ、裏するよ。それだけになったと思います？うん。やっぱね、そう、ガツンとは減らないんだけど、こんでもね、200グラムちょっと。うん。さっき測ったらね、最初、やる前に 3.6 キロだったんだけど、今ね、3.4 ちょっと切るぐらい。3まではいかないけどね、3.38 だったかな。うん。3.4 はね、なんとか、だから200グラムちょっと。200〜30グラム。で、たかが200グラムって思うでしょ？だけどやっぱギターってね、面白くてね、こう、ストラップかけた時のバランスだね。たかが200なんだけど、これ、掘った後にストラップかけたらめちゃくちゃ肩楽なんですよ。まあこれがね、2時間とか3時間ぶら下げてたらね、ちょっとわかんないけど、こう、ストラップでね、かけた瞬間にね、あ、軽くなったっていう風にね、感じたんですよ。やっぱりね、これ、バランス。ね。で、ストラトってね、やっぱり、この辺はね、ザボってあね、元々のザボリがあるでしょ、まあ。パーツがね、この結構重いんですよ。このスイッチだとか、ボリュームとかね。で、僕は特に、こう、ね、スナップスイッチ、トグルスイッチ入れてあるでしょ。だからね、やっぱノーマルより多少重いんですよね。こう余分なね、パネルとかつけてあるから。
多少重い。だから、重量配分がね、結構この辺に集中してるんですよね。だから、まあ、ね、この、下の部分ね。ここがね、やっぱりウエイトが大きいんじゃないかなと思ってやったんですよ。だからやっぱね、めちゃくちゃ良くなった。で、まだね、ちょっとカバー、こうね、蓋してないからわかんないんだけど、もともとね、ストラトは、前もね、ちょっとお話したけど、アコースティック感があるでしょ？ザボリ部分が多いから。でね、やっぱここもね、掘ったから、空気感っていうのかな？うん。まあ、特にね、ヘッドホンつけてやってるとわかるんだけど、こう、なんかね、いい感じで、ちょっと甘みが出たっていうのかな？いい感じになった。うん。で、またこれね、この、カバーしてみるとね、また変わると思うんだけどね。でね、ザボリはね、こっから入って、この字になってんだけどね、これ。このね、ストラップピンの柱の部分だけ残して、ここね、幅広く掘って、で、ここを通ってね、で、ここに抜けてんだけど、こんな感じで、この字でね、掘ってあるんだけど、こっちはね、いっぱい掘って、こっちは、一発だけね。普通のザボリカッターね、いつもはそれで大体やるんだけど、ここはね、ザボリカッターをね、3回、通したかな。3回通して、で、あとはまあ、削り出ししてね、まあ、こんな感じになるからね、ザボリだから、こう、こう、こうだから。で、この部分を、ヤスリで削り落としてね。うん、ちょっとね、今ね、ルーターがね、ちょっと壊れてるからね、もうドリルで普通にザボリカッターでやってた。ルーターがあればね、ルーター使えた時はそのまま楽にできるんだけど、今ドリルでね、そのザボリカッター使ってやってるから、ちょっと工程がね、めんどくさくなるんだけどね。で、ここ、3本入れて、で、上に1本入れてね、うん、この、ストラップピンをまたいでね、下3本と、こっち1本でね。で、4箇所ですね。4箇所と、あとはその、余分な部分のね、削り落としがあるから、まあ結構な量、まあほんとこんな手でがっつり、粉が出ましたからね。まあこれね、バスウッドだったらね、これだけ掘ってもね、そんなに変わんないかもしれないんだけど、さすがにね、ちょっと面の詰まったアルダーだからそこそこ重量やっぱあったんだなって、ここがね。まあ、ノーマルのね、普通のストラトとかね、ヴィンテージならこんなことできないけど、まあこれは、ライブ用のね、もう38年のお友達ですからね、こいつはね、軽いに越したことがないと。まあこれからもね、まあいろんなところで多分こいつ使うと思うけどね。やっぱ使いやすいんだよな、弾きやすいこいつはね、はい、そういうことで今日はね、長年使ってるストラトをちょっとザボちゃいましたってことでね、まあ裏とかはわかんないけどね。横はね。まあ横もね、このキャップしてね、ブラックで塗装しますからね。多分仕上がるとね、全然わかんないと思うけど。まあちょっとここはね、やっぱ叩くと、こう、開いたからね、セミアコっぽいような、フルアコっぽいような音でね、叩くとね、詰まってるとね、こういう音でしょ。違うでしょ、やっぱりね。ね。響くでしょ、まあ、もしね、その僕みたいに改造してもね、問題ないストラトね、ちょっと軽くしたい人はね、ここの部分がね、やっぱり重さを結構ね、占めてますからね、一回やってみたらね、どうですか、軽くしたい人はね。まあそんなことするんだったらね、普通の、スワンプアッシュかなんかのね、材料で作った方がね。スワンプアッシュはやっぱ軽いからね、僕のテレキャスね、カスタムのやつ。あれスワンプアッシュですけど、やっぱ超軽いですよ。アルダー材とね、同じボディだと3分の2ぐらいになりますからね。スワンプアッシュはね。はい、そういうことで、東海のね、1983年だったかな、こいつね。の、東海スプリンギのお話でした。